皆さんこんにちは、お手玉です。今回はこちら、ワコムフレックスアーム。これはワコムの液晶タブレット専用のモニターアームなんですが、これの取り付けと私が実際に使ってみての感想をレビューしてみたいと思います。提供の動画ではないので、素直なメリットとデメリットを動画にしていきたいと思います。こちらが私が普段使っている液晶タブレットのシンティックプロ24インチです。私が今回モニターアームを買おうと思ったきっかけなんですが、ここに本が積んであるんですよね。で、なんで本を積んでるかっていうと、このモニターの角度に傾斜がついていないと遠近感が狂ってしまって絵のバランスが崩れてしまうんですよね。でね、こうやって本を積んであるととっても掃除がねしにくいんですよ。あと欲を言うと、もっとこう起こしたいんですよね。もっとこう立てたい。でも本をどんどん重ねていくと書いてるうちに崩れたりして危ないので、もうモニターアームをつけるしかないって思いました。こんな感じで本体が入ってます。はい、無事完成しました。はい、というわけで実際に3日ほど使ってみてのレビューになります。結論から言うと、私はとっても良かったです。おすすめします。まず液タブにモニターアームを取り付けるほどのメリットなんですが、なんといっても机のデッドスペースがなくなるということです。これが想像以上に快適でした。見栄えもすっきりして掃除もしやすくて、空いた空間にキーボードやアナログの筆記用具なんかも置けてすごく便利だと思いました。私の場合は絵を描くにあたってキーボードは液タブの上についてた方が使いやすかったので、今後また DIY して取り付けたいと思います。あと立って作業することもできるようになってよかったです。座りっぱなしって本当に体に悪いので、手軽に立ったり座ったりして体勢を変えながら作業できるのが健康面を考えても良かったのかなと思います。気分転換にもなりますしね。ちなみに私は身長162センチで、机の高さは81センチぐらいです。次にデメリットなんですが、このモニターを浮かせながら書いているということになるので、揺れが気になる人もいるかもしれないということです。机に置いてあった状態よりも多少はカタカタします。でも私は線を引くときにストロークが大きいタイプではないので、支障が出るほどというわけではありませんでした。解決策として液タブの下側を机にぴったり固定するか、浮いた隙間にタオルなどを詰めるかがいいと思います。こうすることで揺れは全くなくなります。何よりデメリットよりもメリットの恩恵が大きすぎました。取り付けに関してワコムさんは2人で組み立てることを推奨しているようなんですが、私は1人でも平気でした。確かにこのモニター自体が重たいので大変ではあるんですが、不可能では全くありませんでした。女性の方だと私が使っていたようなちっちゃい脚立があると便利かもしれません。今回私が取り付けたモニターアームはシンティックプロ専用のものでしたが、
同じメーカーのエルゴトロン製のモニターアームも絵描きさんに人気みたいなので概要欄にリンクを貼っておきます。今回の動画が役に立ったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。